連合軍は激闘の末オーディンの手勢を退けた。戦を終えたエーケスたちにガイアはオーディンに関する重大な秘密を明かす。それは肉体と分けて隠されている魂を消さない限りオーディンは何度でも蘇ってしまうということだった。これでは連合軍の計画が狂ってしまう。必死につないできた希望をここで断ち切るわけにはいかない。オーディンの魂を探し出すため連合軍はガイアの助言に従い、彼が異界で真っ先に制圧したという地点の調査に向かった。ここか。オーディンが真っ先に制圧した地というのは、奴が重要視している地だけあって守備に当たる兵の数は多いようだが、他に変わった様子は見受けられぬな。問題はここでオーディンが何をしたのか、何故この地の制圧が必要だったのか、それを調べる方法だが、どうにかして当時この場所で起こったことを覗き見られればいいのだがな。そうか、カグヤ、お前の時を渡る力を使えば当時のオーディンの様子を探れるのではないか。申し訳ありません。歪みが強く不安定なこの異界では私はお役に立てないようです。ここは私に任せておいて。こんななりでも一応地母神って呼ばれてるんだから。私の力で大地の記憶を呼び覚ませば、かつてこの地を訪れたオーディンの様子を幻として呼び出すことができるわ。大地の記憶、幻。にわかには想像できぬが、その幻とやらを通して当時のオーディンの言動を調査できると。そんなところね。まあ百聞は一見にしかずよ。見ていてごらんなさい。ちょっと集中するから少しの間声をかけないでね。行くわよ。これでよしっと。驚いたな。大地から発せられた力がオーディンの姿を成していく。これが大地の女神ガイア殿の力か。さあ早速幻が移動を始めたわ。見失わないようについていきましょう。オーディンの幻はあの城に入ったよね。近づいてみましょう。ここは敵の用地、黙って通してはくれまい。障害を排除しつつ進むしかありません。俺の力、オーディンに守れって言われて暇だったの。じっくり遊んでもらっちゃおっかな。消し込んだ。ここは私が止めてみせる。
我が前にひれ伏せ、連れてやるわけにはいかん。素晴らしき活躍よ。お前が味方にあることを幸運に思うぞ。俺の力、重いし。神の力を示す。城は手薄のようだ。俺たちを恐れて逃げ散ったかもな。何か策を仕込んであるが、見えすいているが、用心すること。奴らを苦しめてやろう。逃げられぬ。やはり伏兵がいたか。想定内だ。慌てる理由もない。素晴らしい戦運びかと。砕け散れ。調子好きよって。さあ、これで幻に近づけるわよ。任せるがよい。やはりユグドラシルはこの世界に根付いているか。苦労して持ち込んだ甲斐があったというもの。あの巨木を持ち込み、この世界に根付かせたのはオーディンだったのか。そういうことになるわね。とにかく他の場所にも幻を呼び出してみましょう。神の力を示す。我らの力を示すのだ。次はどこへ向かう。今大地の記憶を読み取っているところなんだから。素晴らしき活躍よ。お前が味方にあることを幸運に思うぞ。何やら見知らぬ戦場に出たか。まあいい、向かってくる敵は狩るだけだ。あれってもしかしてアキレウスさん。あの人強いけど扱いにくいから苦手なのよね。何やら不穏な男が現れた。敵か味方か、現時点では感じがたいが。なんだあいつは。邪魔しやがって。奴らを消しかけてやれ。薄汚い怪物ども、任せるがよい。その腹を切り裂いて犬の餌にしてやる。これぞ神の力。食べないで。獲物が雑魚ばかりでは俺の伝説の足しにもならん。もっと骨のある敵はいないのか。俺の力、思い知れ。ああ、暴れられては、こちらの作戦に支障が出る。あの男にはおとなしくしてもらうしかないわ。神の力を示す。貴様ら、なぜ俺を殺さん。示すのだ。神々をもってしてもこの俺は手なずけられんぞ。破れてなお激しい男だ。話は落ち着いてからするとし。やはりあいつか。いい流れを引き込んでくれそうだ。見つけた。次の幻はあそこよ。任せるがよい。ダッキちゃんにかっこいいとこ見せたんで。みんな行くで。我が前にひれ伏した。邪魔者がいては幻に近づくこともままならぬ。即刻排除せねば。避けろ。ティポーンよ、燃え尽きろ。
し好きよって数多の火種を潰されましたな。執着しに。この地は滅びゆく力を満ちて。まだ情報が欲しいわね。もう少し大地の記憶を探ってみれば。任せるがよい。そろそろ私も楽しませてもらおうかな。みんな進んで。特別に力を強めてあげるから。俺の力思い知れ。竜と風敵が手強い。ダッキーが何かしたのか。先にあの女を倒しておいた方がいい。任せるがよい。鋭い三日月よ。天下無双の働き、闇の力あっぱれだ。素晴らしき活躍よ。お前が味方にあることを幸運に思うぞ。神の力を示す。俺の力思い知る。ここは私が出るしかなさそう。さっさと手を貸せ。いざ参るぞ。捨ておけません。なんと無様な。私がなすすべもなく負けると。お見事です。私も頑張らねば。神の力を示す。砕かれるよ手探りの。どちらかに砕け散れ。いや、私がやられちゃダメじゃん。ガイア殿、次の幻はどこ。ああ、もう話しかけないでちょうだい。集中できないじゃないの。分かったわ、幻はあそこよ。滅びに向かう力、ユグドラシアを育てる。そして私の望みだけ。この地から呼び出せる幻はあれが最後ね。一旦引き上げて情報を整理してみましょう。ユグドラシルをこの異界に持ち込み根付かせたもの、それはオーディン自身だったのね。蘇った破壊神によって生み出されたものと思われていたが、真実は違ったようだな。オーディンめ、厄介な火種を持ち込んでくれたものだ。おい貴様ら、さっさと俺を解放しろ。このアキレウスと組めばどのような相手もたとえ神であろうと敵ではないぞ。確かに気性は荒いが腕は立つ。勘兵衛軍師殿。火種を消すには火種か。少々危うい気もするが、この事態を打開するには致し方あるまい。ふん、安心しろ。手を組んだからには貴様らに刃は向けん。しかし幸運だったな。妙な世界に迷い込んでしまったようだが、どうやらここでも戦場と獲物には不自由しなそうだ。アキレウスといえばゼウスに連なるもののはず。あの子にこんなに血気盛んな性格の子孫がいるなんて意外だわ。なんだ貴様は。俺のことを知っているようだが、一体誰の亡霊だ。
亡霊ですって？見た目で判断するなんて失礼な子ね。盛り上がっているところ悪いが、ガイア殿、この男はあなたと同じ世界の人間なのか？ええ、厳密にはオリュンポスの神を崇める都市に住まう人間というべきかしらね。オーディンが先んじて抑えていたというだけあって、この辺りは異界の歪みがひどいみたい。アキレウスがこの地に現れたのもうなずけるわ。うん、するとアキレウス同様、巻き込まれた人間に今後も出くわすかもしれぬ。注意しておくとしよう。神々の加護など無用だ。うまく進んでいるようだな。魂のありかは分からなかったけど、今回の調査で新しい情報が得られたわ。オーディンはこの異界を構成する力、滅びの力を使って持ち込んだユグドラシルを大きく成長させていたのね。そのためにより効率よく力を集められる地をあらかじめ制圧していたか。滅びの力を利用するとは、奇怪なことを考えるものよ。まったくだ。今やオロチの滅びの力を最も有効に用いているのはオーディンと言っていいだろうな。だが用地の一つを奪われたのだ。オーディンが黙っているとは思えんな。そう遠くない間に意趣返しに来るんじゃないか。そうね、いずれオーディンとの全面対決は避けられないでしょう。そっか、新しい情報は手に入ったけど心配事も増えちゃったね。でもいいことはもう一つあるわ。私ね、奪還した大地から得た力を吸収することができたの。おかげで少し元気になってきたわ。本当？やったね、ガイアさん。ありがとう。この調子でオーディンの調査を進めていけば、もっと力を取り戻せる。そうすればもっと別の方法でもあなたたちを助けられると思うの。それは楽しみだ。ならば早速次なる用地へ向かうとしよう。新たな情報とガイアの力を集めるためにな。